アーティスティック大会カジュと、モッチです。寝癖つきますよね。つきます。そんな寝癖なんですけど、はい、まあ、ある日起きたら果てしない寝癖ってあるじゃないですか。あるね。まあ、今日寝癖いいっていうか、なんかどうなってんの、すごいなみたいなあるよね。そんな寝癖の凄さ、はい、芸術性を競っていこうという動画でございます。なるほどね。まあ、もしかしたら来週寝癖発表会の時に寝癖マスターが来るかもしれないんですけど、そうですね、まあ来た場合はその寝癖マスターにちょっと判断してもらってっていう感じですね。はい、はい、です。もう何してもらってもいいです。剃ってもいいですよそれ寝癖なんですよね寝癖まあ本当は寝癖のまましたかったんですけど、はい、ちょっとね、家からここに来るまでに多分撮れちゃったりするんで、そうですね、発表は写真になると思います。写真動画、うん、というわけで、まあ来週までの1週間で、最高の寝癖を作ってみてください。はい、はい、というわけで今回は寝癖アーティスティック大会です。やっていきましょう。はい、では発表していこうと思います。はい、じゃあまず1アーティスト目は誰ですか。まあ僕からでいいですか。あ、どうぞ。まあ作戦としましては、はい、作戦としましては結構いつもやってることではあるんですけど、こう髪を乾かすときにドライヤーでこう髪をバーって全体的に上げちゃうんですよ。それで多分、まあ、いつもの通りなら半端ない寝癖ができるんじゃねえかって話なんですね。やっていこう。はい、まあいつもねこんな感じにして寝てるんで、まあこれで寝てみて明日の俺の寝癖にかけようと思います。おやすみなさい。っていうことですね。はい、はい、じゃあそれで出来上がった作品を見ますか。はい。この反り立つ前髪、そして跳ねるサイドこれで私の優勝はいただいた。作品名はロザン昇竜拳です知らねえ。ロザン昇竜派でした。声がちっちゃい続いて、はい、どうぞ。ちょっとあんま自信ないっす。はい、え、いやなんかね、お前パーマしてるからワンチャンするな、果てしないのが来ると思ったのにな。作戦としましては僕動画で話したんですけど、とりあえず作戦としては、まあ、当たり前のように濡らしたまま寝るっていうのと、髪の毛をこうなるべく逆立てて寝て、火をモチーフにした髪型を狙っていきたいと思います。明日の朝こうご期待ということで寝ます。いいですか画像。はい、こちらです。モチやんいつものモチ、いやね、そうなのいやお前普段のお前じゃん変わんなかったの。普段これでお前来るじゃん学校いやそれはないけどないや結構いや目充血しすぎだ寝起きだからね。でこれ作品名は、まあ、この作品名といたしましてやっぱ火をイメージしたというところで、火炎車といったところでしょうか。火炎車アニメ見てこなかった人のそうです、アニメの技が名付け方出てこなかったですねいまいちね3番。はい、いいですよ。作戦はですね、はい、ということでね、僕の作戦としてはね、髪の毛を濡らしたまま寝るとボッサボサになるんですよ。なんで、まあ、ちょっと濡れたままで、そこにもうこれねピンだね、ピンとこのダッカールでね、もう髪の毛もうこんな感じでね、もうぐしゃぐしゃになんかもうあちこち止めまくってとね、お花咲かしてあげようかなっていうね感じですかね。よしよし、オッケー、こんな感じでいきたいと思います。もうぐちゃぐちゃにしました。いいじゃん。いいですね。これが朝ですねすごい、クソヤンキーじゃん。これ撮ってないのこれ。何が？ダッカールとか。撮ってないの。なんだろうこれ。撮ろうと思ってるとこ全部撮って前から。撮ります。やばい。撮んのだりー。くせ。
間違いない。何なんだよ。おお、すごいことになってる。だから大阪のおばちゃんになりました。まあ。これが俺の芸術だ。どういうこと？タイトルはじゃあ大阪のおばちゃん。大阪のおばちゃんですね。エントリーナンバー3、大阪のおばちゃん。じゃあ僕ですね。はい。まあ作戦としましてはですね。はい。はい。俺の寝癖つけ作戦なんですけれども、寝癖がつくメカニズムを調べたら、髪の毛が濡れることによって、なんか髪の毛の成分が一回こう離れるらしいんですよ。離れた状態で寝たりして乾くとまた結合するらしいんですね。でその結合するタイミングで例えばこうぐしゃってなった状態で結合するから寝癖がつくみたいな感じだったんで、まず髪の毛を霧吹きでバーって濡らした後にこのヘアバンドでこう全部髪の毛をガッて上げて寝てみたいと思います。多分そしたら相当芸術的な寝癖ができると思います。やってみます。じゃあこれで寝て明日の朝どんな寝癖が出来上がってるか見せていこうと思います。おやすみ。ヘアバンドで全上げしました髪の毛。おーの朝です。おはようございます。撮ってみます。撮ってみ、微妙じゃない、ちょっと。結構すごくね。まあ名前は。なんて言ったっけなのこれ。シャチっすね。どういうこと？知能指数下がりすぎだろ。終わった終わった終了シャチですね。まあ、というわけでね、先週言った通り、はい、今回は、はい、寝癖博士の方に来てもらってますんで、はい、博士の方に判断してもらいましょう。はい、はい、じゃあお願いします。おう、よくいせ。まず自己紹介の方をお願いします。寝癖大学寝癖科部寝癖博士じゃ。お願いします。よろしく。まずエントリーナンバー1のロザン昇龍。あ、お願いします。ロザン昇龍。はい。これで私の優勝をいただいたってことです。おお、好評の方をお願いします。前髪の反りがいいの。はい。おお、点数で言うと79点。おお、高い高い高い、ね、高い高得点。ありがとうございます。うん、まだ基準がわからん。次エントリーナンバー2のカエングルマンさんです。はい、カエンさん人だ。こちらです。うん、 A の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 、あ、まあまあ A ですよね。高低差があるの。おお、高低差専門用語じゃん。なるほど、高低差。点数72点。ああ、まあ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 ね。この違いっていうのは何ですか。なんかいつも通りじゃね。じゃあエントリーナンバー3の、大阪のおばちゃん。大阪のおばちゃんはですね、なるほど。なるほど、はい。まあポイントはやっぱこの前髪の反り具合かな。反り具合、まあ、また一緒ですか反り具合って。さっきの五山昇龍拳と、五山昇龍拳よりも反ってるね。おーおーおー。じゃあ点数は82点。おお、高い。好きじゃん。好きじゃん。持って帰りたい。最後僕のシャチ、シャチという作品。おお、シャチ。です。おお、名前適当じゃない。いやいやいや、だってハイズが、まあ
やっぱり前髪角度が他と違うの。おうおうおう、あのダサい中二のセットみたいな。なんて褒めてるんですか。褒めてる。寝癖2段ぐらいじゃん。おお、なかなか。わしは5段持っておるから。おお、結構迫ってるけどね。はい、点数の発表じゃ。はい、シャチの点数80点。あー、ってことは優勝、大阪のおばちゃんが。わー、やったー。ぜひうちの展覧会に飾らしてほしい。おー、やったー。ぜひともお願いします。うむ。みんなも寝癖、良き寝癖ライフを。待った。